はい、今回の舞台は鳥取県三朝町にある温泉街にやってきております。はい、この温泉街は伝説によれば平安時代末期の1164年に発見されたという歴史的な温泉であります。この温泉街、与謝野鉄幹、与謝野晶子、志賀直哉、斎藤茂吉、島崎藤村などの文化人も訪れたということで有名です。三朝温泉に来てんですけど、この辺にね、飲み屋街とかあると聞いたんです。まあ、それを含めね、その三朝温泉の、三朝温泉がどういうもんなのかっていうのをちょっと調べてみようかなと思います。参考マップです。今ね、いるところが桐生富士の塔があるところなんですけど、でこの川沿いにずらーっとね、まあ、温泉街、温泉宿がねあるんですけど、外来露天が100円、はい、飲み屋街でね、これからね入っていこうかなと思います。もうね、最初からねかなりねインパクトの強い名前なんですよね。ちょっと見てみましょうかね。これがね、飲み屋街で、もうね名前の方も、はい、ストライクに多分もうやってないと思います。やってるとこやってる、怪しい感じのかなと思ったんですけど、そうでもないですね。射的、温泉街特有の遊びですね。でもありますね。60分の視聴率1名様、僕はやってなそうですね。はい、というわけで、三朝温泉街にやってきておりますが、街中はこんな感じですね。おそらく夜になったら結構ね、雰囲気がいい感じになると思うんですよね。はい。ちょっと面白い看板もね、あったり、北方領土、竹島とか、靖国神社とかね、皇居とか、なんかね、面白いですけど、近くまでは入れないような感じです。はい。この辺にね、無料のね、足湯があるみたいなんですよね。こちらです。はい。こんな感じであるんですが、もうほとんどそのスナックとかは閉まってるとかやってない感じですね。いろんなね、昔ながらの写真屋さんだったりとか建物とかあったり、結構風情ある場所で、歩くだけでも楽しい感じです。はい、
い、というわけでね、今日のスピチューブはこんな感じです。特に何が起こったとか、何か起きたとか、そういうねことじゃなくて、まあね、ザ温泉街っていうこのね三笹エリアに来させてもらいました。まあね、本当にね、射的あったり、格安で入れる100円でね入れる温泉あったりとか、まあその無料で入れる温泉あったりとかするんでね、まあ、温泉か軽く入ってね、射的打ったりしてもいいと思います。ね、ご家族で、来られるのもいいと思うんですけど、もちろんねこの今俺橋なんですけど、小板に橋ですかね、そのちょっと風が強いですね、その恋愛がねうまくいくようなその縁結びの橋ということでかなり有名なんでね、ぜひ皆さん来てみてください。それではまた、ありがとうございました。裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。